第9回大会、予選第2試合。再び、新田くんが、ヘルナンデスくんに挑みます。今度こそ、決めるんだ、ハヤブサシュート。ハヤブサヘッドはやぶさごめー。くそー、俺の力では、ジノヘルナンデスから、ゴールを奪うことは、無理なのか？伊沢パイセン、必ず、ヘルナンデスから、ゴールを奪ってみせるので、もう一度俺にパスを。いけー。
みんなが作ってくれた、このチャンス、必ず決めてみせる。ここだ、ここで決めるんだ。うおおお、パイセン、やりました。ついに、ヘルナンデスから、ゴールを奪ったぞ。ヘルナンデスから、ゴールを奪ったものの、ニッタ君の消耗が激しすぎます。森崎、集中しろニッタ君の負担を減らすため、ここは、パイセンたちが、頑張ります。よし、ニッタ、決めろー。行くぞー、イタリア。これが俺のハヤブサシュートだー。ジノフェルナンデス、俺の勝ちだー。森崎、ふざけんなー。
田くんの足が、限界です。ついに、ジノ・ヘルナンデス君から、ゴールを奪った、新田君。しかし、森崎君があれで、結局イタリアに敗退、そして、第9回大会も予選敗退となる。